梅木平古墳は、広島県三原市本郷町下北方にある古墳。形状は、円墳と推定される。広島県指定史跡に指定されている。広島県東部、沼田川支流の梨和川、小原川の左岸低丘領端部に築造された古墳である。現在までに、墳丘上には、仏像を2個を祀る梅経庵が建立されている。 噴景は円形と推定されるが、規模は明らかでない。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、東方に開口する。石室全長は13.25メートルを測り、広島県内では最大規模になる。副葬品はつまびらかでない。築造時期は、古墳時代終末期の7世紀初頭頃と推定される。古墳域は1949年に、 広島県指定史跡に指定されている。なお、周辺では5年代古墳、ただし丸古墳群などの古墳のほか、白宝紀寺院の横見廃寺跡が残り、当地の豪族的な山東県との関係が指摘される。石室原室主体部の埋葬施設としては、両袖式の横穴式石室が構築されており、東方に開港する。石室の規模は次の通り。石室は、 沿道の開口部を書くため、本来の規模としては、上記の値よりも若干伸びるが、広島県内の石室としては、最大規模になる。原質の一室みは、奥壁で3段、側壁で3から4段とし、側壁は天井部で、幅1.9メートルまで持ち送られる。原質部と沿道部の間は、左右両側の縦石で区画され、その形態から、 沿道部を前室、原室部を後室とする複室構造の石室と、回する説もある。原室、沿道とも、各4枚の巨大遺体紙を、天井石とし、原室天井、沿道天井の高低差が、大きい形態とする。なお、本古墳のように、両袖式で袖石が突出する形態の石室は、中国、四国地方の瀬戸内海沿岸部を中心に分布し、 かが型赤質と捉えられる。ありがとうございます。